えー、ということで、衆議院選挙を受けて、日本の政局は激動でございますね、えー、これから石破さん、どうされるのか、そして次の特別国会の冒頭での主犯指名演説、あ、違う違う、違反指名投票、えー、次のと首相が大事なのかについて、いろいろこれからも合唱、連行、大変だと思うし、それから、あのー、負けてしまった、ねえー、党の代表が変わったりとかするという、いろいろ政治家の皆さん、お疲れ様でございます。 さりながら、うん、皆さんは、これ、政治家の皆さんへのちょっとメッセージなんですけど、厚いまあ、好きでやってるわけでしょ。<laughs> 好きでやってるって変ですけど、今回の衆議院選挙でも、あの定員割れの候補者しかいなかったところはないわけでしょ。皆さん、やりたくてやってるわけでしょ、立候補されて。まあ、選挙戦も大変だったと思いますよ、本当に、えー、毎日毎日、朝から晩まで、えー、ね。 あのー、街頭に立っていろいろ訴えて、まあ、有権者と握手をして大変だったと思いますけど好きでやってるわけでしょやりたかったわけでしょ国政に行くということはしかもね、あのーまあ、我々市民もっていうかみんなあのそれぞれの生活の中で、まあ、公のことを考えたりしますよ、ね、NPO とかボランティアとかやってらっしゃる方もいらっしゃいますよ、ね、少しでも日本を良くしよう世界を良くしようってでもそれに対してお金は出ないんですよね市民はね 国会議員はあの歳費が出るし、えー、文書文中交通費って言うんだっけ、いろいろ見直しあるみたいだけど出るし、それから秘書さんが、あれ政策メインが1人で人あと2人だっけ、3人の秘書さんの経費も出るわけでしょ、経費とか人件費とかね、それからさらに、えー、衆議院議員会館、参議院議員会館、えー、国会議事堂の,の近く一等地ですよ、あれ、家賃換算でしたら月いくらぐらいになるんでしょうかね。 えー、事務所の面積も大きいし、それだけの国費が出てるわけじゃないですか、えー、皆さんはそういうプリビリッジ、特権を持っている、もちろんそれは、えーまあ、2世、3世で <laughs> そ,うそういうのがなんか転がり込んできた人もいるでしょうけども、も、まあ、今、世の中厳しくなってきてるから、それだけじゃなかなか大変ですしそ、そんなに自動的に受かるってわけでもないし、あのーまああのー、皆さんはだからそれを勝ち取ったわけですね、その特権をね。 プリビリッジをということは、そこには当然責任が感じ、えーえー、生じるわけで、あの今回の政局、大変ですけども、皆さんフルタイムでそういうことをやるように、えー、自ら望み、ねそしてそういう立場にいらっしゃるわけですから、えー、ぜひ苦労をなさってほしいなと思うわけでございます。まああの政治家の方々だったら、そういうときにアドレナリンが出てねあの活性化するわけですよね、こういう政局とか。まああの 新聞とかテレビの政治部記者っていうのも実は政局部記者でこういう時こそ生き生きしてますよね政局部記者はねあんまり政策とかそういうことについて関心を持ってる政治部記者っていうのはあんまり見たことがなくてまあ一応たしなみとして <laughs> あの政治とかに興味を持つ政治政,政策に興味を持っている人もいるかもしれませんけども彼らのまあ一番の関心事は政局ですよねだからこれからの 特別国会に向けての座組の模索は面白くてしょうがないんじゃないでしょうか。で、国会議員の方々も地位は筋肉を取る日々を迎えられるのではないでしょうか。おめでとうございます。<laughs> 当選して衆議院に戻ってこられた方、本当におめでとうございます、ね。ただ、皆さんはそういう特権的な立場にいらっしゃるってことですよ、ね。繰り返しになりますけど、市政の方々で公のために働こうと思う方々はですね、 あの自分の仕事をして自分の生活をしてそれを上で、えー、ボランティアとしてね、えー、やってるわけですよいろんなことをね、まあ、子ども食堂やってらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、あのー、お一人のご老人の、えー、訪問のことをやってらっしゃる方もいらっしゃるでしょうしそれからねあのホームレスの支援とか炊き出しとかやってらっしゃる方もいらっしゃるでしょうしこの方々はボランティアなんですよね国会議員の皆さん皆さんは給料もらってるんですよねしかも一等地に事務所を構えて 政策,秘書もつ政策秘書もつけられて、その特権を生かして、ぜひ国のために頑張ってほしいなと思うんですよね。あの皆さんが選挙の際にね、あのやっぱり第一原理は、やっぱり自己保存本能だと思うんですよ。まあ、仕事なん職業なんでね、あの僕は別のところで皮肉であの選挙ってのは議員の就職活動だって言いましたけど、まあ、それはそういう側面もあるんでしょう。ねでまあ、皆さんの中ではず 国からもらってる金だだけじゃ足りいいいんんよよよよ。ううう人ももるかもしれまませんよね。実際そういう話はよく聞きすってるのは表の経費だけでね裏ではその例えば地元にも秘書が必要だし地元にも事務所が必要だしうんぬんかんぬんって話はよく聞くんですけど、まあ、そんなことは知ったことじゃないですよね国民としてはね、まあ、そこまで国のお金で出せっていう考え方もあるとは思うんだが、まあ、それはオプションで別に 地元の事務所なくたってやってる先生もいるかもしれないしね。うんまあだからそれはオプションなんでとにかく恵まれた立場でいらっしゃるわけですからしかもそこに行きたくても行けなかった人はたくさんいるわけでしょ。既得な方々だと思いますよ。議員の仕事がいかに大変な仕事かってことを分かっていながらまあ権力欲名誉欲みたいな人間にはあるんでしょうね。なんか国会議員っていうとまあもちろんみんな言いますよ表では。 あの国のために頑張りたいんだとか政策え、推進したい政策があるんだっていうことを言われますけど、まあ、その一方では名誉欲はあるに決まってると思うんでね、うんまあ、いいことだと思いますよ、その名誉欲という、えー、なんていうか、余けなもので、そういうめんどくさい仕事をやっていただくんだったら、それはありがたいことだと思うんで、うん、国民にとってはね。ただ、やっぱり教えてはいけないのは、あの皆さんはそういう特権と義務を負ってるということです。 だから今回の,あのなんだ主犯指名に向けてのゴタゴタなんか苦労なんて皆さん大好きでしょまずねそ。そういうねゴタゴタがその中であのテストステロンアドリナに出るでしょあとやっぱりあのその中での苦労ってのは別に勝手でもしたいわけでしょ皆さん国のために頑張ってくださいよ。皆さんの立場に行きたくても行けなかった人はいっぱいいるわけですから。あと一般の国民は公のことは別に。 えー、空いた時間にボランティアでやるしかないわけですから。おめでとうございます。えー、フルタイムに、その仕事に専念して、お仕事ができる環境が与えられたわけですから、ぜひ、えー、まあ、政治における大リーグみたいなもんで、メジャーリーグみたいなもんです。皆さん、メジャーリーガーですよ。衆議院のね、議員さんたち、ぜひ、頑張って、えー、お仕事をなさってください。えー、幸運を祈ります。<laughs> ということで、ボイシーはここまで。 あのー、でこのまあ今の話はね、えー、と僕の好きなイギリスのコメディの中では「Isn't that what you are paid for?」っていうセリフがあるんですよそれは何かっていうとね、あのーまあ、ジ,ジム・ハッカーっていう、まあ、大統領い大統領,い大統領ジム・ハッカーってあの後に首相になる、まあ、ちょっとポンコツな政治家がいるんですよでその人がなんかいろいろぼやぼや文句言うんですよねあの政治家大変だとかそしたらその、えー、サン・ハンフリーって あのー、まあなんていうかな事務次官ですごく賢い人がいてそのーその人がねふざけんなって「Isn't that what you paid for? それで金もらってんだろうって <laughs> まあ Isn't that what you paid for? そうだよな国会議員はそれで金もらってるんだから <laughs> しつこいようですけど市政の一般市民は まあ最近 NPO とかが抗菌中躇とか言われてることもあるけどさまあそれはそれでまた大問題でちょっとまた別の機会に議論したいと思うんですけどだけど一般市民はねあのお金出てないんだよ <laughs> だから政治家は金出てるんでしょ i s <laughs> t h a t what you paid for? それで金もらってるんでしょってだから頑張ってよってことだねそういうあの特権的な立場に皆さんいらっしゃるんですから国会議員の皆さんぜひ えー、頑張っててください。応援してます。もちろん人間としてのリスペクトは心から持ってますよ。ということで、えー、以上、えー、国会議員の皆様への、えー、この大変だと思うんですけど、えー、政局におけるメッセージでございました。